住田育豊2012年8月府学長室で、撮影住田育豊は、日本の地域研究者。京都外国語大学教授。フルミネンセ連邦大学文学部キャンパスオアンより、望む広島県生まれ。1971年京都外国語大学卒業。1975年京都外国語大学大学院修士課程修了。1973から1974年、ブラジル国、フルミネンセ連邦大学大学院に留学、マクシミアーノ・カルバーリョイ・シルバ教授の指導により、論文を執筆。1972から1975年同志社、大学大学院経済学部委託生として、今西正夫教授に師事。1975年京都外国語大学助手に採用される。同大学専任講師、助教授、教授を経て、1992年同、大学ブラジルポルトガル語学科主任。同大学大学院博士課程教授、言語文化領域担当。京都外国語大学ラテンアメリカ研究所研究員。ラテンアメリカ政経学会会員。日本ラテンアメリカ学会会員。京都ラテンアメリカ文化協会常任理事。リスボン地理学協会会員。エンリケ航海王子像リスボン海軍博物館。サンパウロのフェルナンド・エンリケ・カルドーゾ財団訪問作家、サラマーゴが、ポルトガルの故郷の村から移植し、いつも眺めていた、ランサローテのサラマーゴ邸のオリーブの木のそばで2010年、南米のブラジルをはじめとするポルトガル語諸国、共同体の歴史や文化、地域研究、外国語としてのポルトガル語教育を専門とする。リオ五輪のために再開発された素敵な港のマウア広場周辺リスボン新大学ポヒ、就航150周年記念国際会議2010年10月撮影、牛島万教編著、混迷するベネズエラ、21世紀ラテンアメリカの政治、社会状況、明石書店、2021、ブラジル帝政ラテンアメリカ文化、辞典編集委員会委員長、関裕二、ラテンアメリカ文化辞典丸善出版、2021、リオの都市問題高級住宅街と低所得者層、居住街のサポルトガル語は、マカオの文化価値や土地また訪問ニカラグアのカリブ海、都市、ブルーフィールズの繁華街サンパウロ、ABC 地区金属労組ビル入り口横の歯車の、モニュメント学校教育のための研究会への参加や、教材、広報の政策協力。マカオ大学国際会議で2016年4月、撮影庫トリオの美しく改修された、リオデジャネイロ市立劇場正面1976パート、ペドロ・パソスコロパート、パウロ・オカモットパート、ジョゼ・アーサー・ギアン・ロッチ・ハットパート、アンドレ・シンガー、パート、デミチオ・プロンス・サフィーリョ、ハットパート、ピーラー・デルリオパート、ベルナルド・カチャインスキー、ハットパート、マルコ・オリリオ・ガルシア・ハットパート、ニルマリオ・ミランダ・ハットパート、ジョゼ・サラマゴ。ありがとうございます。